ゆっくりしていってね。ゆっくり霊夢だ。今日はセイグロと黒森峰の対戦予想動画だな。ガルパンおじさんにアンケート取った内容を元にした動画だね。先生、今回の見どころはどこになりますでしょうか。注目点はこのアンケート動画でも変態おじさんが現れるかどうかだな。この対戦予想に変態おじさんは関係なくね。変態おじさんはどこにだって現れる。変態おじさんは神出鬼没だ。神出鬼没の怪盗ずんだ餅三世とは僕のことなのだ。緑まんじゅうは黙っとけ。イッツ、ノイジー。さてまずは全体の予想結果を確認してみよう。セイグロが一番、次は黒森峰、そして順にずんだ餅王国、ワッフル学院の結果となったな。ワッフル学院は関係なくね。その通りなのだ。ずんだ餅王国はもっと関係ねえ。黙るのだ、無知な平民よ。ってことで関係ないが、せっかくだからワッフル学院への応援コメントから軽めに紹介していこうと思う。お笑いにワッフルを提供してくださいとのこと。この紹介いらなくね。こちらは第4話でワッフル学院の乱入を予想されていた。ワッフルワッフルとつぶやきながら乱入とのことですが、先生の見立てでは可能性ありますか？可能性としては大いにあるだろう。あるわけがねえだろ。そしてワッフル学院に彼女がいる方からも応援コメントが届いていた。ワッフルを作れる彼女と夜の戦車道とのことですが、先生の見立てではこれは本当の話でしょうか？この話には信憑性がある。本当の話だ。どこに信憑性要素あんだよ。ってことで次の高校の応援コメントを紹介していこう。ずんだ餅王国だけは紹介やめろよ。当たり前だ。私はそんなにバカじゃない。ずんだ餅王国は本大会の公式スポンサーなのだ。スポンサーとしてどのような活動をしたんだい？戦車道連盟にずんだ餅3個贈呈したのだ。お前らは何を抜かしてんだ。イッツ、ノイジー。ずんだ餅一色にするのだ。だからもうずんだ餅の紹介はやめろ。黙るのだ、我はずんだ餅の王なり。まあここからは黒森峰とセイグロの予想や応援コメントを紹介していこうか。先生、ついでにワッフル学院やずんだ餅王国以外のコメントも紹介しときましょう。まあそれもそうか。これは両者リングアウトからの観覧車先輩が乱入予想だな。なんなんそれ。それは知らん。知らねえのだ。これは黒森峰優勢の中、セイグロ車が川に流されそうになるが、そこにコウメちゃんが救出に向かう。セイグロはコウメ車を撃たない。その様子に計算が涙しハグをしに乱入とのことだ。先生、感動のワンシーンが生まれそうですね。いや結局どっちが勝つの。それは知らん。知らねえのだ。アリスはどうなるのか期待。そうですね、アリスちゃんには青師団高校に入学していただいて、放送できないような制服を着ていただきたいですね。いや結局どっちが勝つの。何の話だ。知らねえのだ。優勝はどの学園も同じ。勝利予想は？そんなものは関係ねえ。優勝はみんなのものなのだ。セイクロタイツ男子学園優勝予想。これ何なの？これは無効票だ。黒タイツは若い女子以外許せないのだ。さっきから緑まんじゅううるせえ。言うわ、ノイジー。ってことでここからが本編だ。黒森峰のコメント紹介行くぜ。本編行くの遅すぎだろ。知らねえのだ。新しくなった黒森峰と大洗との戦いが見たい。確かにセイグロには一回も勝ててないけど、自分なりの戦車道を見つけたエリカが美穂と対決するような気がする。黒森峰とはテレビ版の決勝戦で対戦してるけど、エリカ率いる新しい黒森峰との試合なら新しい戦い方が見れそうだね。他にも見たいのはセイグロだけど、多分黒森峰が勝つと思うってのもあるね。普通に戦えば戦車の差で黒森峰が優勢なのかもしれんな。制作陣のコメントでもセイグロは黒森峰相手に不利だって言ってたようだしね。セイグロにも勝ってほしいけど、ティガーが戦車で一番好きなので、かっこよく戦うティガーが見たいから黒森峰ってのもあるな。第二次世界大戦でドイツの主力戦車だね。ずんだ餅王国の主力戦車はずんだ3号戦車なのだ。弱そうだな。ひれ伏せ、無知な変態よ。他にはかっこいいエリカ様をまた見たい。エリカの成長力といったコメントがあるね。エリカ応援コメントみたいだな。他にも、何やってんのよ、超えるインパクトあるお言葉を期待してますってコメントもあるな。先生、エリカの代名詞でもある何やってんのよを超える言葉とはどのような言葉になりますでしょうか？ふむ、例えばあんたバカーとかどうだろうか。バカ野郎。決勝は黒森峰と継続、3位決定戦で大洗とセイグロ。そうでないと黒森峰が不憫ですし、大洗が強すぎちゃう。他の方も3位決定戦でセイグロと大洗の可能性も、ってコメントしてるね。こうなると最終回は3位決定戦がメインになりそうだな。決勝は黒森峰と大洗だけど、黒森峰が勝つって予想もあるな。黒森峰が勝っちゃったら桃ちゃんはどうなるんだろう。源氏な桃としてキャバクラで生活費を稼ぐ新しいストーリーが展開されるかもな。題名は桃ちゃん奮闘記夜の甘い果実ですね。バカ野郎。他にはムートンが黒森峰とドリフトで勝負をしたいとか、
僕は持ち肌で勝負なのだ。あとはエリカ以外にもコウメちゃんの喜ぶ顔が見たいってコメントもあったな。美穂さんに勝つこと、それが私ができる最大の恩返しです。が聞きたいんで黒森峰ってのもあるね。あとはパチスロでセイグロが選ばれた時の安心感を残してほしいとの理由で黒森峰を応援している方もいた。パチスロだとセイグロは勝ちやすいチャンスチームですね。その他には美穂とエリカが直接対決して最後に和解してほしいので黒森峰に勝っていただきたい。そしてこちらのおじさんは、黒森峰が勝ったらエリカにプロポーズをするそうだ。いやどういうことだよ。最後に変態おじさん3名。アッサムが四つん這いでアナンだから黒森峰。セイグロに勝ってミポリンにご褒美赤ちゃんプレイしてもらってるエリカ様を見てみたい。アッサムアナンで黒森峰が勝利の可能性はありそうですね。その通りだ。お前らは何を言ってんだ。さて次はセイグロ勝利予想コメントを紹介していこう。ちなみにセイグロには黒森峰の倍以上の勝利予想コメントが届いていた。セイグロ優勢と見てるおじさんが多いんだね。セイグロのコメントで一番多かったのはセイグロとお笑いの決勝戦予想だったな。お笑いとセイグロが原点、セイグロから始まり、セイグロで終わる。公式戦で対戦がなく、最初の練習試合の相手で、お笑いを最初に認めたライバルだからセイントグロリアーナだと思います。こういった原点であるセイグロと公式戦で対戦するのでは？といった声が多そうだな。セイグロに勝ったら主要高校を完全制覇といったコメントもあるね。お笑いはずんだ餅王国と対戦してないから主要高校完全制覇にはならないのだ。ずんだ餅王国とか誰も知らねえ弱小校だろうが。シャラック、ユーフール。このコメント群はセイグロ応援ではなく、まあなんとなくセイグロ勝利予想だ。2回も決勝で黒森峰と当たるのはメタ的になさそうだからセイグロ。最終章オープニングでダー様ラスボス感あったし。まあ話の流れからしてセイグロ。このようにセイグロが特別好きではなさそうな方々もセイグロを勝利予想していたり、逆に熱狂的なセイグロ大好きおじさんからの勝利予想もたくさん届いていた。すごいコメントの長さだね。こちらの方はルクリリの旦那さんだからセイグロを応援してるんだろう。内容を端的にまとめると、現在日本の円安インフレ状況を見るにただでさえ豪華な声優陣なら重ね役でギャラ抑えしたいはず。セイグロを残せばそれは黒森峰よりやりやすく、ダー様グッズなら桁を一つ上げたって売れます。一番端的にまとめても意味ないとこをまとめんな。アリスの愛車センチュリオンでアリスが参戦予想らしいね。では次、こちらはいつも無公表になる方だ。そして今回も先ほどセイント黒タイツ男子学院に投票していたからこれも無公表だ。そしてローズヒップの旦那からもコメントが届いていた。過去最高の文字量。先生、長すぎるので端的にまとめていただけますか。ここではローズヒップと結婚する前にセイグロと黒森峰の試合を見に来た物語らしく、結果としてユウキちゃんとローズヒップどっちの応援をするのか悩んでいるようだ。いやなんのこっちゃ。あとは長めな予想コメント。エリカは元副隊長美穂の戦術を取り入れて、黒森峰の弱点を補う方向に向かっているが、ダージリンから見れば美穂の戦術を真似したエリカは、手を取るように戦術を読まれてしまうのでは？このように新生黒森峰となったことが負ける要因と考えてる方もいるようだ。セイグロに新キャラ予想もあるね。新キャラは僕の出番なのだ。お前の出番はねえ。イッツ、ノイジー。あとは、エリカが美穂と同じように仲間の救助中に負けて美穂と和解。エリカとミホの関係がどうなるのか注目してる人も多そうだね。あとはセイグロが勝ったらカチューシャと結婚おじさん。黒森峰が勝ったらエリカにプロポーズおじさんと思考が一緒だったな。セイグロ勝ったらカチューシャと結婚ってセイグロ関係なくね。そして、セイント黒タイツ女学院が負けるわけない。セイグロに決まっている。早く黒タイツを見せろ。このように黒タイツ大好きおじさんや。さらには、ダー様バイバイ大勝利。このようにダー様のパイパイが勝利をつかむ予想もあった。ダー様のパイパイなら優勝できますね。セイグロ勝利予想に全く関係なくね。他にもたくさんのコメントをいただけたのだが動画の構成上ここで紹介は終わりとする。コメントありがとうございました。では最後に MVP コメント対象を紹介しよう。栄えある MVP コメント対象は、ダー様パイパイ大勝利。今日も動画見てくれてありがとう。よかったら高評価チャンネル登録お願いします。コメントもよろしく。またね。ダー様のパイパイ弾んだ餅と同じ柔らかさなのだ。